ニューヨークシティフットボールクラブはアメリカ合衆国の都市ニューヨークをホームタウンとするアメリカ合衆国及びカナダのプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ2015年に参入しニューヨークヤンキースの本拠地であるヤンキースタジアムを専用スタジアム建設までの仮本拠地として使用しているニューヨークシティ FC はニューヨークレッドブルズに次ぐニューヨークで2番目のプロサッカークラブ 2013年にイングランドプレミアリーグのマンチェスターシティ FC と MLB ニューヨークヤンキースによる共同出資で創立された。2013年5月、2015年から MLS に参戦することが発表。マンチェスターシティ FC が過半数の所有権となり、ニューヨークヤンキースが所有グループのメンバーとなる。また、シティフットボールグループの一員として活動。 2014年6月2日、元スペイン代表 FW のダビド・ビジャの獲得を発表。ニューヨーク市テ FC にとって一人目のプロ選手契約がビジャである。ビジャを獲得した直後に、元イングランド代表 MF のフランク・ランパードの契約も実現させ、2枚看板を手に入れることに成功した。ビジャとランパードがニューヨーク市テ FC と契約したのは2014年夏のこと。 チームが MLS に参入する2015年シーズンの開幕まではまだ9ヶ月ほどあったのだが、シティネットワークを利用し、MLS の2015シーズンが開幕するまでビジャをベルボルンシティ FC にローン移籍させた。そして、ランパードも大本営であるマンチェスターシティ FC にローン移籍。新チームへの移籍を実現させるだけでなく、 新チームが発足するまで自分たちのクラブでプレーさせた。その後、ビジャは2015シーズン MLS 開幕の2015年3月からチームに加入し、ランパードに関しては2015年の夏からチームに合流した。チームの初代監督に就任したのはアメリカ人のジェイソン・クレイスである。2015年の夏の遺跡市場で元イタリア代表 MF のアンドレア・ピルロの獲得に、 成功した。参入シーズン初年度はメジャーリーグサッカーで東地区8位、通算17位。US オープンカップは4回戦敗退で終えた。2016年にフジテレビネクストが放映権を獲得し、大都市ニューヨークを拠点とするニューヨークレッドブルズとのダービーマッチが日本で最初の放送カードに選ばれた。そして、 ヤンキースタジアムで行われた試合は0から7と、ニューヨークレッドブルズに大敗し、思わぬ衝撃の結末であった。シーズン前に、アルゼンチン代表経験のある MF マキシミリアーノ、モラレス、ベネズエラ代表 MF、ヤンヘル・エレーラ、フィンランド代表 MF、アレクサンデル・リング、ポートランド・ティンバーズから、コスタリカ代表 FW ・ロドニー・ウォーレス、シカゴ・ファイアーから、 アメリカ代表 GK ショーオン・ジョンソンなどを補強した。ニューヨークレッドブルズとのニューヨークダービーを2勝1分け1敗と、勝ち越すなど好調を維持し、リーグ戦では、東地区は、前年度と同じく2位、通算でも2位とクラブ史上最高の成績で終えた。しかし、プレーオフでは1回戦のコロンバス・クルートの試合に、ファーストレグ1から4、セカンドレグ2から0の合計4から3で、 シーズン終了後に、元イタリア代表 MF、アンドレア・ピルロの対談と、現役引退が正式に発表された。シーズン前に、パラグアイ代表経験のある MF ヘッスメディナ、シーズン途中に、アルゼンチン人、FW、カステジャーノスを補強した。東地区では3位に入賞するも、プレーオフで敗退した。シーズン終了後にキャプテンを務めるダビド・ビジャの対談が、発表された。 シーズン前に、ブラジル人、FW エベル、ルーマニア代表 MF、アレクサンドル・ミトリツァなどを補強した。東地区において、初めて首位でシーズンを終了した。その後のプレイオフでは、トロント FC との対決で準決勝で敗退した。2019シーズンの基本メンバージョンソン1。 ティネルホルム3社の4カジェンズ6マタリータ22サンズ16リング8モラレス10ミトリツァ28メディナ19カステジャーノス11カッコ内の国旗はその他保有国籍もしくは市民権を示す。ありがとうございます。